プラチナ万年筆さんより一気に2つの新商品の画像が公開されました。一つは製図用シャープペンシルプロユース241、そしてもう一つはプロシオンに新色が登場とのことでございます。プロユース241は製図用シャープペンシル4種類の筆記感を選べるプロユース241が登場とあります。全くわからん。4種類4本出るのか、ペンに搭載されている機能で4つの書き心地を切り替えられるのか、どっちなんでしょうね。画像を見る限りでは、少なくとも口金からグリップまでは金属製のようですね。ローレット加工。そしてプロシオンに新色が登場。懐かしいですね。私が動画投稿を始めて、本当に2本目か3本目あたりに紹介させていただいたものになります。これの新色。シャドウマイカとカーマインレッドになります。シャドウは影として、マイカは日本語に直すと雲母だそうです。雲に母。小学生の頃になんか覚えた気がしますね。黒雲母でしたっけ。もう一つはカーマインレッド。日本語に訳すと陽光色。西洋のように紅色と書くようですね。わずかに紫がかった赤色になります。マイカにカーマインと、どちらもネーミングに化学チックな名前が入っていますが、価格はいつも通りなんでしょうか。ちょっと値上げされるかもしれませんね。プロシオンラスターと同じ価格かもしれません。どちらもこの画像1枚のみなので、詳細が判明次第、またご紹介させていただこうと思います。